サッカー元日本代表の松田直樹選手が昨日亡くなり、大勢のサポーターや選手らが死を悼みました。松田選手が倒れた長野県松本市のグラウンドでは、サポーターが花を供えて冥福を祈りました。松田選手は2日の午後、練習中に急性心筋梗塞で倒れ、心肺停止の状態で病院に運ばれました。人工心肺装置をつけた治療が続いていましたが、意識が戻らないまま、昨日午後1時過ぎ息を引き取りました。本当にこれはなんか動かないのかなっていう感じで、笑ってたんで、なんか信じられないです。残念としか言いようがないです、はい、とても優秀な、世界にも通用するディフェンダーだったと思います、はい、松田選手が所属していた松本山雅はサポーターのために献花台を設け、お別れの会をすることにしています。